スリーアップ今まだスリーアップのまま動いてないので、こっから3ホールあとあるんで大丈夫ですね。まだ負けてませんでした。なので騙されたことでした。なるほど、そこで油断させて、ゴルティアチーム3アップのままね。はい、はい、だからまだ息の根は止められてなかったので、はい、頑張りましょう。でも赤木からだったらね、めちゃくちゃ前行くじゃないですか。そうですね、今の赤、今のじゃないか、今の前の前、前の前は良かった、ね、そうでしたもんね。ただ寄せが悪かったですね。いやいや、そんなことないですよ。ポケモンですか今日は。あ、そうです。あ、すごい、ピカチュウになってる。そうです、これいただいたんですよね。誰に？ピカチュウから。ゆうちゃん。ピカチュウの帽子はゴルフぐらいじゃないとかぶれなすくないですか。いや、全然普通にかぶって普段も。ちょっと頭おかしいんで。ゴルフだからこう、なんかこうね、普段と違うものを着れるみたいな。あ、確かに彩りが鮮やかですもんね、女性なんか特に。はい、男性もゴイゴイのね、パンツとか、うんうん、クラウドマウスとか入ってる、ね、すごいですね。やっぱ関西多いんじゃないですか。多いですね。ガラ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 、ね、多い。でも多いイメージ。だってあのダンスウィズドラゴンとかも関西のブランドって聞くんで。はいはいはい、そうですね。あ、そうなんだ。そうそう、はい、あのカメラやりながらプレーファーストだけは絶対守んなきゃいけないから。僕らもっすよね。だからなんか打つの早くなりすぎて、うん、なる、普段なんてわけわかんないですよね。なんかあれ？あれ？なんかちょっとルーティーンがしっかりしてこないですね。そう、ラインとかも読まなくなっちゃうし、あるこれは ダメな傾向ですね。だいたいカメラ持って喋ってありますもんね、はい、みんなはカメラマンがいると思ってるんですけど。そうなんですね。でもいる時もたまにあります。タイアップだけはそのしっかり自分のスコア出さなきゃいけないっていうのがあって、ちょっとカメラお願いするんですけど、もう普段はそんなこと言ってられない。自分いない時はカメラマンいるよ。あ、俺か。え、今そんなノリツッコミあります？レディースティーがなんかレディースティーっぽくなってきたよ、旦那。あれレディースティーか。あ、めっちゃ前。レディースティーがだんだんレディースティー感出してきましたよ。次こそワンオンやな。あ、ナイス。何一応谷を越えたっていうでもここからドローを打つんだったら今の構えで全然なんか右向いてる感じしないですか。いや、そうそう、向いてないよ。こういう時にちょっと向きます。その今ヒロさんが真似してくれるってよ。あ、ヒロが真似する。真似してくれる。あ、仲間だ、仲間だ。あ、すっげえ右向いてた、右向いてた、右向いてた、これ右向いてた。すげえ右向いてる、すげえ向いてる。そんなに打つし、ちょっとせプッシュ、やばい、向いてる方まっすぐ打った。でももうちょっとあの接待ゴルフされてません僕たち。いや社長、そんなことないですよ。フェードヒッターだからこっちね。あるよ。これおすすめだよ。V1。違う違う。私のどこやったの。私多分俺が打ったんだと思う。二人似てますね。そうちゃんと同じようなこと。あ、ヒロの多分打っちゃうね。あ、ごめん、打っちゃったとかあるもんね。絶対気づきますよね。そうだ、そう思うじゃないですか。全然気にしない。弟妹からしたら、はい、お兄ちゃんやっぱ無神経なさ。いやー、すごい。これは持ってきてあげたんですけどね。いや、わかる。ポケットに入れて渡すの忘れて打っちゃうときある。そうそうそう、あるある。ミストボールあるあるや。とりあえず嫌な方に、こっち嫌なんで、うん、こっちにとりあえずフェイス一回向けて、うん、一回構えて、で体は右にどんどん向けてってみたいな。あ、で直しました。で右に打ち出す、プッシュしていくイメージで、あってなるとあれはダメですね。右にプッシュしたじゃん、ちゃんとしたじゃん、ちゃんとした、ちゃんとやったじゃん。もう一回ちゃんとします。ちゃんと言った通り打ってんじゃん、うん、ダメです。でもなんかこういうのは出ない。あ、何、今まで返したかったの手を。あ、そう、返んなかった。こういう時に右向いてたんですよ、特に。そう、つま先下がりの時に。うわ、なんかもう音たちが、あ、やっぱり右行くよね。うん、右行きやすいライなんで。理屈さえ分かれば簡単じゃないですか。うんうんうん、
わかる、その腰に手当てたくなるやつ。わかります。はい、兄が打ちます。兄が頑張って乗せます。まあ、いいんじゃない、乗れば OK。 乗そう。一瞬とこや。左行っちゃった。こうか。おおおおおおお、父さんは強気ですね、いつも登場してくれ始めたんですか。ただもう一人いらっしゃるんで。おお、優しさ絶対って、なんか動きがなくて。ちょっとパターあれでしたわ。新しいの買ってください。俺がちょっと過ぎた。ナイス。絶対最初からできたやつ。いやいや、手は抜かないですよ。入れても負けは確定です。あ、そうなの。はい、椅子が頑張ってください。おお、ナイス。7ホール終わって、3アップでコルピラチームの勝利。3アンツおめでとうございます。ありがとうございます。せっかく勝って宝塚のリンゴルフオープンに出てくれ頼もうとしたのに。あ、そうそうだった。そう、出演交渉だった。あ、そうなんですか。出演交渉にね。嘘くさいっすよ、それちょっと。もうちょっとあの大根、大根じゃない役者でお願いしたので、もうちょっと玉ねぎぐらいの役者でやってくださいよ、ね、言ってくださいよ。言ってください。事情知らない、はいはい、事情何も知らない。いや、俺も朝聞いたから。いやいや、だから知ってますよ。今知ってますから。何となく分かるでしょ、雰囲気で。分からないですよ。僕だってそんな下手って研究とかの動画、コラボ動画で見てきてないですから。その、なんか見てきてないですから。あのなんかね、アプローチ対決とかドラゴンして勝ったら出てくださいって見てきてないですから。分かんないですよ、そういうの。なるほど、ね、相当リンゴルフの時間使って見てくれます。ね、できることはしないと、一社会人として。ほら、さやぐささん、はい、ゴルピアって何って最初言われたんですよ、半年前とかは。いや、分かるけど、ヒロさんって人がトップで、してます、してます。そう、僕がトップで止まる、トップで止まるのがいい感じっていう。あ、ありがとうございます。種類の宗教か、宗教じゃない。宗派。そうですね、そのお笑いなのか、中でもどういう感じのチャンネルなんですか。そうですね、あのアマチュアが下手なままやってんのか、うまい、なんかうまいことやってんのか、かっこいいのか、面白いのか。関西で、だからきっと面白い系なんだろうな。あ、何、毎回関西人がいないんですよ、3人なんですけど。え、そうなんですか。はい、岐阜、岡山。あ、フォアキャディがいる。あ、やばい。あ、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 ネック3枚です。ゴルピアさんの、あ、裏事情してしまった。関西人が、関西人と思われて面白いこと言えと言われるっていう。でも岡山って関西じゃないの。違うんじゃん。千鳥と一緒なんじゃん。うわー、あ、いい球だな。よいしょ。あの球がいいよね。で、終わったの、この右足がこう立ってるの、これ。なんでこうやって立ってるの。岡山は千鳥の足じゃん。あ、そうそう、そうなんですよ。兄のティーショットちょっとよくやってくれない。左に飛んでいっちゃいました。いや、戻ったよ、右にキックしたよ。一生懸命振っちゃった。
おお、これはコースアウトか。これどうや。さあ、あ見てるよ、あっちセーフかな。こセーフ、セーフ来ました、セーフ来ました。おお、なんかこっちかと思ったら、この吹き流しの先はかなりグリーンが狭いです。右が狭いんで OB 行っちゃうんで気をつけてください。すごい伸びた。あ、チャンス出るんや。ガーン。バンスに当たったよ。ゼロバンス使わないと。うん、ゼロバンス使わないと。ガ、はい、ーン。さあ、コロピアチームはなかなか楽しいラインになってます。さあ、こういう時はどう打つんでしょうか。50はあります。65近くは打っていいですね。おお、滑った、滑った。 いいよ、それぐらいでも全然大丈夫。優しい、ヒロさんの優しさが気持ち悪い。おお、すげえ。風を生かしてナイスオンです。あ、電池切れちゃったんだ。そうでしょ。入れ、そのとこまで入れ。今取れてます。さっき電池切れてて。あ、違う違う違う、全然違う。タイムさん、OK 出さないの。で、私じゃなくてもいいんだよ。そうだよ、めっちゃ言ってくれたのにね。なんでまた。そう、MC ですからね。ドッグレッグ右。めっちゃ狭。これすごい。ここは面白いですね。大丈夫ですか。ヒロさん、打てるんですかね。どうなんですかね。緊張です。あの吹き流しながら。いや、そうちゃん大丈夫。俺もめっちゃ右打っていい。いや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 、普通に左でいいと思うよ。絶対超えないもん。いや、超えるっしょ。さあ、蘇さんの。ちょっと。なんやろうね。でも、かもしれない。カート道。あのボールを選ぶのだろう。頑張ろう。頑張ろう、神戸。うわー。すぐ行った。違うな、これ。いや、いいんちゃう。絶対ダメでしょ。見えない。右ドッグレッグでしょ。吹き流しの皆さん、結構上がり2つは鬼門です。パエグサさんの多分ティーがずっとあっちにあるから頑張ってくる。これセーブできたけど、なんでこうなるんだ。落ちた。ああ。まあ、でも大丈夫じゃない。バンカーの手前で落ちました。右側は谷じゃない。ね、結構なんかある。むしろカート道が走ってるし。あ、右カート道。あ、僕ダメだ。まあまあえぐれてますねこれ。この字と違って。思ったよりえぐれてた。なんかもうちょっと落ちてる感じぐらい。すごい。バンカーでかい。超えたね。うえー、あんな飛ぶ。めっちゃ前ですもん。いやいやいや、それにしても飛びすぎでしょ。これがマークですか、ゴルピア。あ、これゴルピアマーク。ゴルピアマーク。この旗。そう。先の丸々は何ですか。多分カップ。カップ。カップ。結構ちゃんとしてるんだよ。なんかデザイナーに頼んで作ってもらって、なんかいろいろ意味があるらしい。なんでゴルピアなんですか。ゴルフにユートピア合わせて。
で検索して出てこなかったから、いいですね、ゴルピア、ゴルピア、あったかくなってきた。この人はプレイヤーですか？え、あの人はプレイヤー、うん、フォアキャディがいるんじゃない、ここは打ちます。あ、そっちじゃない、グリーンの人ピッチマーク直してる。どうした？嘘でしょ。まずいな。ほほ、調子いい。そうちゃんが力強い。届け。あ、おお。ちょっと右見た。左見た。いやもう十分でしょ。うん、いいかも。ナイスボールです。ナイスです。Thank you。ゴルピアじゃあるんですかこういうの？かっこいい操さんは。あ、たまにあるんですよ。だから困るんですよ。お、当たったちゃんと、うん、入っちゃう、ナイスオン、おピンの横、やった底力、最後の、おシャンク、うまい、もらいシャンクですよね。ありがとうございます。もらいシャンク、いや、いいです、僕ももらったんで。あ、うちの最初のやつね。こっちにもいるの？え、今います。そうじゃに渡さないと。え、何、もらいシャンク回してるとこやね。あ、なるほどね、はい、そういうことね。最後ね、バーディーフィニッシュして終わりましょう。はい、1個縮まるといいですね。すいません。ソウさん可愛い。ソウさん、共感が持てるゴルファーですね。50度一番やられた。うまい。うまい。だ。うわあ。どっからでも寄せてくる。あ。どうぞ。ナイスナイスバーディー。違います、関西と関東では全然違います。お客さん早いって、後ろの人も早かったし。関西で3時間とか回ることないですか、土日に なると。回ったらもうやばいっていう。そうですね、やばい。まあマックス2時間半ぐらいって感じ。まあ10時スタートとかしたら45分とか2時間45分とかあるかもしれないですけど、最後にね、圧巻のバーディー出ましたから、やっぱりその辺が締めるとこは締めるっていう、やっぱね、はい、いいとこないまま終わりそうだったんで。さすが、さすが、お一人で最後やりましたもんね。あ、そうだね。最後、最後、最後、お兄さんいたっけっていう。うわぁ、カシャンク、あ、外す。はいはいはい。いただきます。後半のラウンドどうしますか。いや、サイボンさんの中で距離感がもう縮まったんで、普通のラウンドで大丈夫だと思います。 OK です。なんかちょっとゲーム入れますか、4人って。あ、そうだね、なんか入れたら面白い。で、なんかちょっと個人バトル、見てる人たちもちょっとね、ピリッとしてた方が面白いかもしれない。大体の平均スコアでハンデもらって、何枚か、ハンデ足してのマッチプレイしますよ。何枚何枚何枚みたいな。2人はエブリワンでいいんじゃないですか。マジですか。もっと上げた方がいいと思います。いやいやいや、もっと少なくていいんじゃないか。ショート抜きのエブリワン。何個ですか。パッと見ミス。それは女性っていう目線を差し引いていいんですか。やべ、はい、やべ、交渉せずそのままはいって言われる。じゃあ7枚、7枚、4、2枚、